アルファタウリの大役リアム・ローソンは、負傷したダニエル・リカルドの代役として、F1 の味を味わった今、F1 に残る決意をしていると語った。21歳のニュージーランド人は、オーストラリア人のリカルドが、先月のオランダ GP の練習中に手を骨折し、そのレースとイタリア GP を欠場したため、レッドブル参加のチームにドラフトで指名された。今週末のシンガポール GP の前に、パドックに戻り、チームエンジニアらと合流したリカルドは、 9月24日の鈴鹿での日本ラウンドも欠場する可能性がある。今食べてみたら、間違いなく大好きになった。それ以下では満足できないと思う。と、ローソンは記者団に語った。今の状況を最大限に活用しているだけだと思う。何が起こるか見てみようと思うが、F1 でドライブする機会を得られるのは、明らかに非常に稀であり、私には今それがあるので、それを最大限に活用するだけだと、彼は付け加えた。レッドグルは、 最下位アルファタウリの2024年のラインナップをまだ発表していないが、ローソンが、リカルドか日本の角田裕樹と並んで、シートの一つを獲得できる可能性は残っている。ローソンは、今年、日本でスーパーフォーミュラに参戦しており、以前は鈴鹿にも出場しており、そこで F1 でレースできるのは明らかに超クールだろうが、何が起こるか見てみるつもりだと語った。モンツァで、ポイント獲得に、あと一歩のところまで迫っていた9位にとって、 シンガポールでのレースは初めてとなるが、彼は F1 のためにシンガポールに行くことが長年の野望であったことを明かした。父は、私が7歳の時から毎年のようにシンガポール GP に連れて行ってくれると言っていたのに、決して行くことができなかったと彼は語った。今週末、実は両親が来るんです。今度は彼らを連れて行く。とローソンは結論付けた。正直なリアム・ローソンの心境でしょう。 それ以下では満足できないと思います。確かに慣れない状況でよく走っています。それを、周りの大人、レッドブル、マスコミが褒め添やした。本人は、もう乗れるものと思っていると思います。私も、F1 シートの可能性は大きいと思いますが、何らかの事情はどこにもあるもの。ローソンが乗れなくなる可能性もあります。その時は相当に落ち込むと思います。